門前通り門前通りとは、愛知県岡崎市門前町を南北に通る道路の通称名である。近世、城下町における寺院は、防衛などの領主の戦略上の政策から一地域に集められ、いわゆる寺町を形成することが全国的には多い。しかし、岡崎城下では寺院数が多いにもかかわらず寺町は形成されなかった。岡崎城主、田中義政が、 城下町を作る際、既存の寺院の移転や寺町の造成を試みたが、成立しなかった。そのため寺院とその寺領門前長が、岡崎城下に中小散在し、城下町の構成を複雑にしていた。随年寺江戸時代の岡崎城下は、随年寺寺領門前をはじめとして、大林寺、松あたる寺、万世寺、西岸寺、極楽寺、前立寺、 大泉寺などの寺領の門前に、いわゆる門前町があった。随年寺門前は、天馬通りから北へ随年寺総門土台下まで南北に約130メートルほどの通りの両側に、門前家並みができていた。もともと各地に散在していた寺領農民らが、天馬町や寮町などの新設に伴い集中し、早くから町並みを形成したものと考えられる。 岡崎市第三巻付録の天保年間の城下町絵図には随年寺の門前のみ特に門前町と記されている。他の寺院門前、例えば小王寺は単に門前、宝福寺は金垣で門前、西岸寺は門前などと記されており、その区別は明らかである。岡崎城下で門前町といえば限定的に随年寺の門前を指していたようである。 現在でも門前町の地名はそのまま残った。門前通りはそうした随年寺を中心に形成された門前町を南北に通る道で、時代の推移とともに道幅を広げることはあったにしても、少なくとも近世から変わらず続いている随年寺ゆかりの道である。短い門前通りには街路の通称名の標識が一枚だけ立っている。ありがとうございます。